問次の四角に必要十分必要十分のうち最も適するものを入れた組み合わせとして正しいものはどれか四角形において4つの辺の長さが等しいことは正方形であるための「あ条件である。四角形において 4つの角が直角であることは長方形であるための異条件であるこの問題では十分条件と必要条件の見分け方が重要です見分け方は1十分ならば必要矢印を引ければ矢印の根っこが十分条件矢印の先が必要条件です2矢印は中から外 ベン図をかければ中の丸から外の丸に矢印を引くことができます。従って中が十分条件で外が必要条件となります。ベン図で説明すると A の外側に B がある場合 A から B に矢印が引けますから A は B の十分条件 B は A の必要条件になります。また A と B が一致するととき、A B は互いに矢印を引けますから A と B は必要十分条件になります。また A と B が一部だけ重なっているとき、これは A と B は必要条件でも十分条件でもどちらでもありません。今回まず四角形において4つの辺の長さが等しいことは 正方形でであああるるためのあ条件であるについてですが4つの辺が等しいのはひし形でその中の4つの角が直角のものを正方形というので正方形が内側です内から外に矢印が引けて十分ならば必要ですから4つの辺が等しいは必要条件ですしたがって「あ」は必要です 次に四角形において4つの角が直角であることは長方形であるための「異条件であるについてですが4つの角が直角なのはそれ自体長方形のことですから長方形と完全に一致します。一致するのは必要十分条件なので「い」は必要十分です。ということはこれだ !2 が。 です問12下の表は9月のある週の最高気温を調べたものである第1四分因数と第2四分因数として正しいものはどれか四分因数の求め方一、まず第2四分因数九二を求める九二は 全体の真ん中の数値であ、真ん中が1個の時そのまま92とし次の操作91や93の計算ではその数値を捨てますい、e、真ん中が2個の時足して2で割って92とし次の操作ではそのデータを残します2その後、第1四分因数91第3四分因数93を求める 左半分のさらに真ん中が91右半分のさらに真ん中が93です。A 真ん中が1個の時そのまま9193とします。い、真ん中が2個の時足して2で割って9193とします。それでは具体的に見ていきましょう。さて12345 6 7というデータがあったとすると真ん中は4で92イコール4ですこの4を取り除いて考えるので左は123真ん中は2で91は2です右は567真ん中は6で93は6となります次に123 C5678 というデータがあったとすると真ん中は4と5で92は足して2で割った4.5ですデータは取り除かないで考えるので左は1234真ん中は2と3で91は足して2で割って2.5です右は567 真ん中は6と7で93は足して2で割って6.5となります次に123456789というデータがあったとすると真ん中は5で92は5ですこの5を取り除いて考えるので左は1 2 3 4真ん中は2と3で91は足して2で割って2.5です。右は6789。真ん中は7と8で93は足して2で割って7.5となります。最後の例として1 2 3 4 5 6 7 8 9 10というデータがあったとすると真ん中は5と6で9には足して2で割った5.5ですデータは取り除かないで考えるので左は12345真ん中は3で91は3です右は678910真ん中は 8 8で、9、3は8となります。今回は小さい順に23.324.525.726.427.628.829.3というデータになるので真ん中は26.4で9には26.4です。 この26.4を取り除いて考えるので左は23.324.525.7真ん中は24.5で91は24.5です右は27.628.829.3真ん中は28.8で93は28.8となります ということはこれだ !1 が丸です。問1 3 0度小なりイコール θ 小なりイコール1 8 0度の時2 sinθ−√3 ダイナルーイコール0を満たす θ の範囲として正しいものはどれか。 ここで式を変形させていくと 2sinθ-√3d イコール0より 2sinθd イコール,ルー √3 両辺を2で割って s i n θ りイコール2分の √3 となります。さてこれを満たす角度の範囲はどこでしょうか ?sin と c o s ンの値を把握しておく必要がありますね。 図から s i n c o s ンを簡単に求める 14×4 のマス目を書くこの時 x 軸 y 軸もはっきり書いておきましょう丸2枠いっぱいに円を書く円とマス目との交点はすべて30度計の有名角になります暗記しなくても30度ずつ足すだけなのでその場で求められますよ丸3 対角線を引く。対角線を引いた円との交点は全て45度計の有名角になります。これも暗記しなくてもその場で導けるので大丈夫です。はい、4サインは高さで小さい順に1 2分の12分のルート22分のルート3となります。下半分は値がマイナスになるので注意してください。 これで有名角のサインがすべてわかります。○ 5サインは横幅で小さい順に1 2分の12分のルート22分のルート3となります。左半分はプラスマイナスが逆になるので気をつけてください。これで有名角のコサインがすべて分かることになります。今回は サインシーターが2分のルート3より大きい範囲なので角度は60度から120度となりますということはこれだ4が丸です問14隣り合う2辺の長さが65ルート2でその2辺のナス角が 60度である平行四辺形の面積として正しいものはどれか今回の平行四辺形は図のようになりますが半分に切れば基本的な三角形の面積の公式だけで解けますよ2辺と間の角から三角形の面積を求める公式2辺の長さを a、b 間の角を θ ーーと置くと 面積イコール2分の 1ab sinθ という公式が成り立ちます。例として、2辺の長さが6、4、間の角が45度の三角形は図に書くとこのようになりますが、面積イコール2分の 1ab sinθ より、イコール1 2分の 1×4×6×sin45 度、イコール 2分の1かける4かける6かける2分のルート √2、イコール 6√2 となります。そうすると、今回の左下の三角形は、2辺の長さが6と 5√2、間の角が60度なので、面積イコール2分の 1ABsinθ より、イコール2分の1かける6かける 5√2 かける sin60 度、 イコール2分の1かける6かける5ルート2かける2分のルート3イコール2分の15ルート6となります平行四辺形はその2倍なので2分の15ルート6かける2イコール15ルート6となりますということはこれだ2が丸です 問い図のような底面が半径 2cm の円で母線の長さが 4cm である円錐の体積として正しいものはどれかただし円周率を π とするここでこの円錐の高さを h と置くと右側の母線も 4cm ですから三平方の定理より h+2 プラス3の2乗。 イコール四の二乗、h 二乗プラス四イコール十六、h 二乗イコール十二、h イコールプラスマイナスルート十二イコールプラスマイナス二ルート三、h は正ですから、h イコール二分のルート三となります。そうすると、水体の体積イコール 面積かける高さ ÷3 よりイコール π × 2, の2乗× 2 √ 3 3イコール4 π × 2 √ 3 3イコール3分の8 √ 3 π となりますということはこれだ2が丸ですチャンネル登録 お願いします見てくれてありがとう入試アテスト頑張ってね